こんにちは、ひたちアステムリバーレです。今から私たちのチームを紹介していきたいと思います。まずはじめに私たちの今シーズンの目標を、キャプテンのかなこさんからお願いします。はい、今シーズンの目標は優勝です。そのためにもまずはレギュラーラウンド3位以内に出場するためにも一戦一戦勝ちにこだわって戦っていきます。キープレイヤーの紹介をあさこさんからお願いします。今シーズンのキープレイヤーは本当に全員だと思っています。本当にキャプテンになったかなこもそうですし、キャプテンもね、サリナも本当に頑張ってくれてるので、その名前も出したいんですけども、あえて一人出すっていうなら、ハウがキープレイヤーになるかなと思っています。本当に攻撃の面で期待してます。はい、ありがとうございます頑張ります戦略、はい、のこのチャートがあるんですけど、それの紹介をしていきたいと思います。この分析が多分もう選手で話した方がいいので、はい、2人でお願いします。では今から紹介していきたいと思います。まず明るいなんですけど、これは多分試合をいつも応援してくださる皆さんもお分かりだと思うんですけど、ね、リバーレのやっぱ一番の特徴というか、コート内でもコート外でも明るく元気にっていうのがやっぱりリバーレの、カラーというか特徴かなっていうのは思っています。続いて練習熱心、これはどうですかね。これでも聞いた話によると、あさこさんが提案してくださっているらしくて、そうやってちょっと言ってもらえるのは嬉しいですね。嬉しいですね。もっと頑張りたいですね。でもすごいこう練習の合間にコミュニケーションを取ったりとか、なんて言うんだろう、お互いでプッシュし合ったりとか、それこそ練習前に、なんだろうね、ポジションごとにミーティングして、その日頑張ることとか意識することとか、すごいこう、最近は結構寮でも、映像をアタッカーとセッターで一緒に見たりとか、そういうのも結構していて、リーグの試合で活かせるように頑張っていきます。続きまして、若さなんですけど、はい、この平均年齢が22歳ぐらいなんですよ。多分結構 B リーグの中でも若い方のチームというか、大学生ぐらいのチーム。私だって27になって上から2番目になっちゃったから。若いのに、それは明るさにも通じる、ね、注目してください。怖いもの知らず頑張っていきます、はい、ね、頑張っていきたいです。続きまして、ギャップなんですけど、皆さんどう映ってるかわかんないんですけどね。すごい、でなんか面白いし、ちょっと多い感じしますよね。癖がすごい、人が多いですね。多分結構なんかこう、そんなふわふわして見えたりしてる人でも結構面白い発言をしたりとか、ぶりっ子だったりとか、ぶりっ子をちょっともうネタにしていたりとかしてるので、そこに関してやっぱ2番の斎藤選手なんです。斎藤選手はそうですね、結構ちょっと面白い系のみんなを笑わせてくれる。最近チームに来たあやさんも結構私たちね、いつも一番年上だけど、今までのリバーレにいないようなタイプじゃない、タイプいつもちょっと元気をもらってますで最後に顔面偏差値、はいこれはでも、自分たちで言うのもなんだけど、そうですね、でも私たちから見てですよね、自分たちのことはそんな、そんなふうに思ってないですけど、やっぱチーム自分たちで言うのもすごいよね。ネタ、ネタじゃないですかそうですね、でもこれ評価5で、はい、一番上に書いてあるので、一番大事なところというか、ちょっと押していきたいポイントですね。はい、キャプテンが北美人からスタートした。そうですね、北美人からこうそういう感じで、私たちのチームはこの5つが一番ストロングポイントというか、はい、それで
今シーズンもこれを売りにして頑張っていきたいと思います。以上、日立アステモリバーレのチーム紹介でした。コロナ禍でまだまだ厳しい状況が続きますが、今バレーボールができることに感謝の気持ちを持って、リバーレらしい試合をお見せできるよう頑張っていきますので、今シーズンも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。